平気でと思って行ったんです。行った、俺が今日本で最高が20トンだ、うん、あ20トンじゃもうやっていけん、やっていけん、なんかね、火を、あの色化の火を引くとね、残らん、それはやっぱり四面体のあれをかけて作るわけ。いやいや、それ新しいものを作っとるじゃね、はあ、うん、そういうのは、うん、あのむちゃくちゃ無難だ、うん、っていうことはただみたいになっちゃう距離が、ね、40トン50トンとこだな小田村は特殊な団体、うん、ああ そ, うね、うん、そういうとこだけ、胸部200胸部 のプロかどうか目が集まっちゃう。ああ、そう、何にも知らんの。あ、リンゴをちょっと作るじゃん。リンゴの作り方も知らん。あ、リンゴは どうやって作ると思わんだと。木にはなったでしょ。ああ、俺をね、毎日ね、1日に ね、4、5千円ぐらいちょっと行こう、回すわけ。お坊さんと、あの上が真っ赤にならん、日の当たるとこ赤くなってね、うん、裏は赤くなる、うん、マジで手をこう、ま、いっぺんにまず落ちちゃうもんね、うん、こう落ちちゃうでいっぺん、うん、また、ちょっと、ちょっと、マジで、うん、ホワテ作っとる、ホワテ作っとって、ほいじゃリンゴは安いじゃん、安いな、安いでしょうか、安い、95円だよ